日本の言語は日本の国土で使用されている言語について記述する。日本言語も参照。現在の日本で最も広く使用されている言語は日本語であり、様々な方言に分かれている。そのうち、東京方言を母体とした標準語が実質的な公用語である。沖縄県及び鹿児島県奄美群島で話されてきた言語は、 日本本土の日本語と同じ系統であるものの違いが大きいため、日本語とは別の言語であるとして、琉球語と称する立場と、日本語の方言の一つであるとして、琉球方言と称する立場がある。また、島々の方言差は、本土の方言差よりも激しいため、琉球書語と称する立場もある。北海道を中心に、アイヌの間で話されてきたアイヌ語は、系統不明の言語であり、 日本語とは異なる言語である。しかし、明治以降、アイヌの間でも日本語の使用が広まり、アイヌ語はユネスコから危機に瀕する言語として、最高ランクの極めて深刻な区分に分類されている。その他、かつて、日本領であった南からふとで話されてきた言語には、ツングース諸語である、ウィルタ語やエベンキ語、言語系統が不明なニブフ語がある。それらの言語の話者の中には、 ソビエト連邦による南カラフト占領後、日本本土に移り住んだ者やその子孫がわずかながら存在する。アジア諸国との交流から、アジアの言語である中国語や朝鮮語及び朝鮮語の派生である在日朝鮮語の話者もいる。聴覚障害者などが用いる手話は2011年の改正障害者基本法において独自の言語としての地位が明記された。 日本国内で広く通用する日本手話及びその方言のほか、村落手話やホームサインと呼ばれるいくつかの局所的に発達したサインが知られている。日本語の起源及び日本語歴史も参照日本列島には旧石器時代の早期から人類がいた形跡があり、当時から石器時代の遺跡からは文字に類似したものが見つかっているが、どのような言語であったかは諸説ある。 どのような言語が話されていたかを示す文献が出て、来るのは2世紀を過ぎてから中国の歴史書に出てくるのが始まりである。その後中国から漢字が伝来したことで、日本で話される言語が記録できるようになり、万葉仮名を経て、音節文字のひらがなとカタカナが成立することで、日本語が比較的正確に表せるようになった。詳しい日本語の歴史については、日本語歴史もしくは、 日本語の方言歴史を参照。琉球語については、中国から漢字が伝わるのが13世紀になってからであり、それ以前の言語については詳しいことはわかっていない。また14世紀に琉球から中国への贈呈物に記載してあった文字は、ひらがなであり、当時から日本語との密接なつアイヌ語については、アイヌ語に由来する地名が、東北地方などに存在することから、地は、 もちろん、本州東部でもかつては使用されていたと考えられている。文字としての記載は16世紀頃からであり、依然として独自の文字は持たなかった。19世紀頃からカタカナを利用したアイヌ語棚で本格的に表記することが始まった。ウィルタ語は紀元前頃に発生し、江戸時代後期には江戸地にて使用されていた記録があるが、現在の和社は数人しかいない。 また、文字を持たない。ニブフ語は、アムール川流域からカラフトを通じて、エゾ地でも使用されていたとされる、ニブフ族の言語で、文字は持たない。現在日本に、ニブフ語の話者がいるかは不明である。中世以降、ヨーロッパ人が日本に来訪するようになったため、一部の単語が外来語として日本語などにも定着したが、言語自体の定着は発生しなかった。 日本語族の方言区画例。ここでは日本語を本土方言、琉球語は琉球方言とする。詳細は日本語の方言区分を参照。ありがとうございます。